お疲れ様です。今城ヶ島から帰ってきました。今日の晩ご飯はまたあの城ヶ島恒例の超特盛りペヤング、納豆サラダ入りです。今日はやっぱりあの予想通りあの雨、昨日の雨でみんなもうお腹ペコペコでした。やっぱり。で案の定あのご飯が足らなくなってあの横須賀のボランティアさんにお裾分けしてもらってみんなにいっぱいあげてきました。よいしょ。で今日はあの動画も早速あげたじゃないですか。あの文句言ってくるババア、あのババアなんですけど、今日それはあのボランティアリーダーさんに言ったんですね。そうしましたら、なんか市の方であの島をあげて、あの島の人たちであの野良猫を助けようってことを言ってるらしいです。で以前あのやっぱボランティアリーダーさんも文句言われたらしくて、それ言われてますよねって、で各家族にあの各家庭にチラシも配布されてますよねって。手伝ってもらえませんかって言ったんですって。そしたらもうそれから何も言わなくなったそうです。なんで自分もあの次回言われたらあのそれを言ってあの猫ちゃんたちを守ります。結局やつらはね言いたいことは言いますけど結局ね助けないじゃないですか。なんで漁港の猫ちゃんたちを助けるために戦います。これはもう絶対にかわいそうです。そんなね好き好んでみんな野良猫してるわけじゃないじゃないですか。いつも言ってますけど、なんでいいことを聞きました。だからなんだっけそれではあとなんだっけ岩場の港山へ、あそこのなんか撤去の件なんですけど、なんか特に言われたらしい、言われたわけじゃないらしいです。ただ、なんか言われるんじゃないかということで、もうどかしたそうです。だから、まあよかったです。で、とりあえずだから、場所は変わったんですけど、まあとりあえず、ご飯。あ、やべ。また入れっぱなしにしちゃいました。そう、ご飯も、今日、だから今日珍しく岩場の港山へなんですけど、おけいさがなかったんですよね。全部食べて、そんなこと今までなかったんですよ。だからやっぱり雨が続いて誰もやっぱり来てなかったらしいんで、みんなすごい勢いで食べてました。ドン引きするぐらいびっくりしました。なんかああいうの見てるとやっぱり大変ですよ、猫ちゃんたちは。でなんだっけ、あそこメインの城ヶ島のメインの駐車場、あそこも大概おけいさがあるんですよね。で今日その帰りに寄ってみたら、もうそれも動画上げましたけど、全然もう一粒もなかった状態で、俺も持ってなかったんで横須賀のボランティアさんに言って分けてもらって、もう山盛りにして、でいっぱいご飯あげました。さすがにね、まあ、喫茶店の人も見てくれてるらしいんですけど、なあいうの見ちゃうと本当に見てくれてんのかなって。まあね、信じるしかないですからね。で朝も朝で今日いつもより1時間早く行ったんですよ。普段は湘南新宿ラインの大宮始発、5時50分発で行ってるんですけど、今日は、まあ、座って行きたいっていうのもあるし、みんなお腹空かしてると思って、京浜東北の、4時28分か、始発に行きました。で、横浜で乗り換えちゃうと、ちょっと遅くなっちゃうんで、今日はそれで品川、経由で行ったんですよね。そうしましたら、やっぱ早く行って正解です。まさかのてんちゃんが城ヶ島公園に向かう
トンネル、あそこの手前でもういました、叫んでたら。ほんでね、あのいつも警戒心の強いニャンニャン、ニャンニャンもあの今日はあの近くに来ましたからね。驚きましたよ、普段警戒してあの近くに寄らないのに。だから本当にお腹空いてたんだなって分かりますね。あーできたー、よいしょ、できました。今日の晩ご飯は、納豆野菜入りの特盛ペヤングと、あ、ふりかけ入れるの忘れた。はい、野菜と納豆たっぷりの特大ペヤング、超特大ペヤングと、あとまた帰りあのベイシャー寄ったんでニラ玉と、あとカロリーが低いんで、ローストレッグ買ってきました。ではいただきます。